どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラス購入で 100% ボーナスマイルキャンペーンがね来ておりますので、こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、マイレージプラス購入で 100% ボーナスマイルということで、2021年の1月以来ですかね、 100% ボーナスが来たのは。その後もね何回か来てると思うんですけれども、確かね 100% じゃなかったと思うんですよね。今回ね 100% ということで、これね人によってはですね 100% だったり 85% だったりねするそうですので、マイル購入のねページ見ていただきたいなというふうに思うんですけども、 100% 購入ね待ちわびていた方もね結構いらっしゃるかなというふうに思いますので、このねユナイテッド航空のマイレージプラスは ANA の国内特典航空券をねお得に利用することができるねマイレージプログラムっていうふうになっておりますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ではですね、キャンペーンの話に入る前にですね、ちょっとねここの部分不要だったら飛ばしていただければなというふうに思いますので、概要欄にね目次つけておきます。2020年のね10月ぐらいにですね、こちらのね動画皆さんね覚えておりますかね。このユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのはですね、 ANA のね国内特典航空券がお得にね利用することができるねマイレージプログラムっていうふうになってたわけなんですけども、スターフライヤーとかアイベックスとかね、オリエンタルエアブリッジ、エアドゥといったですねコードシェア便がですね、このね2020年の10月末頃からですね利用することがねできなくなってたんですよね。その前まではね利用することができてたんですけども、昨年のね10月末からですねこちらに利用することがねできなくなってたわけなんですけども、こちらね最近2週間とか1週間前ぐらいですかね、利用することがねできることが確認ね取れているっていう風になりますんで、まあこの2020年10月末の時はですねちょっと解約かっていった形でね動画出させていただいたわけなんですけども、利用することがねできるようになってるんですよね。まあ今回もね特にね発表があったわけじゃなくてですね、サイレント修正でね利用することができるようになっているっていう風になりますんで、まあ外資系はねこういった感じで、まあいいことも悪いこともね発表しないで急にバーンみたいな感じでね始めたりしますので、まあ今回ねこのコードシェアはね利用することがねできるようになるということで、郊外のね空港をメイン空港ねされている方はねかなりの朗報ではないのかなというふうに思いますので、ぜひねこちらも覚えておいていただければなと思います。それではですね、ユナイテッド航空マイレージプラス購入 100% ボーナスキャンペーンの詳細ですね、期間はですね2021年の9月の29日14時59分までっていう風になっておりまして、公式サイトね概要欄に載せておきますけども、ちょっとねこちらの時間帯は日本時間にね私の方で直させていただいておりますので、ちょっとキャンペーンページね見ると違うかなという風に思いますので、この点はご了承ください。でですね、9月の29日の14時599分までねこのキャンペーンやっているわけなんですけども、まあギリギリでね購入されるっていうのもねあんまり良くないかなというふうに思いますので、28日とかですねちょっとね余裕を持ってね購入していただければなと思います。で今回のキャンペーンはですね、マイル購入分の最大 100% ボーナスマイルということで、 100% ボーナスマイルの方はですね一応ね条件があってですね、3万マイル以上ね購入が必要なんですけども、3万マイル購入するとですね 100% ボーナスということで、さらに3万マイルねつきますので、合計ね6万マイルがね獲得することができるっていった形になるんですよね。でこちら3万マイル以上をね購入していただかないと 100% ボーナスにならなくてですね、今回ね3万マイル未満ね購入された場合はですね 60% 増量ということで、結構ね利率が落ちるっていう風になりますんで、購入する方はですね3万マイル以上ね購入していただければなと思います。でこちらのねキャンペーンの積算時期ですね、マイル購入後48時間以内にね口座に付与されるっていった形になります。ということで今回ですね 100% ボーナスマイルキャンペーンの倍のですね1マイルの単価っていうのですね、私の方でねちょっと計算させていただいたんですけども、こちらがですね2000マイルとかですね1万5000マイルとかだとですねボーナス分低いですよね。こちら先ほども言った通りですね、3万マイル以下ね購入していただくとボーナスマイルの部分がね下がってしまいますので、今回のキャンペーンはね3万マイル以上ね購入していただくと 100% ボーナスっていう風になりますんで、こちらね注意してください。で5万マイルのねところを見ていただきたいんですけども、5万マイル購入すると 100% ボーナスがついて、さらに5万マイルで合計10万マイルということで、こちらね
価格はですね、これログインするとね、日本円で出るんですよね。すごい親切ですよね、ユナイテッド航空のこの公式サイト。金額はですね、197,463円っていう風になりますんで、こちらね、1マイルの単価としては 1.97 円っていう風になります。で、マイルのね、価値っていうのは、だいたい1マイル2円程度っていうふうに言われておりますので、まあ 100% ボーナスマイル来ている方に関してはですね、今回のキャンペーンでね、購入されてもいいのではないのかなというふうに思います。で、85% の方ですね、3万マイルでね、多分区切られていると思うんですけども、ちょっとね、こちらは私ね、100% 来てますんで、85% の画面のね、購入画面見れておりませんので、何万マイル以上から 85% つくのかね、ちょっとわからないんで、ここは注意していただきたいんですけども、こちらね、85% ね、増量分で購入されている方に関してはですね、1マイルの単価っていうのは 2.1 円っていうふうになるんですよね。で、先ほども言いました通りですね、1マイルの価値っていうのは1マイルね2円程度っていう風になりますんで、まあね 0.1 円っていう風になってますんで、このぐらいはね許容範囲かなという風に思いますんで、 85% もしくはね 100% ね増量来ている方に関してはですね、今回ね購入してもねいいのかなという風に思います。それでは次にですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスの基本情報をね、おさらいしておきたいなと思います。こちらもね、不要だったら概要欄のね、目次から飛ばしてね、次の項目見てください。で、特典航空券がですね、まずユナイテッド航空のマイレージプラスだと、誰にでも発券することができます。ですので、お友達とかですね、パートナーの方と一緒にね、旅行していただくっていったね、利用方法ができます。こちらはですね、ANA とか JAL とかだとですね、親族にしか発券することができませんので、この点はねかなり有利かなというふうに思います。またですね、マイルの有効期限がねないんですよね。ですので失効することがないんですよね。ここはね本当に強い点ですよね。 ANA とか JAL だったらですね、3年っていうね期限がねあるって言った形になりますんで、ここはね本当に強いですよね。で、このユナイテッド航空のね、マイレージプラスは ANA のね、国内特典航空券をお得に発券することができるということで、必要マイル数がですね、ANA マイルより低くてですね、ANA の国典航空券を発券することができるんですよね。で、羽田からだとですね、福岡とか札幌ですね、距離にして800マイル区間ですね、こちら5500マイルでね、発券することができます。この800マイル区間にはですね、その他にも大阪から那覇とか、札幌とかもね入るんですけども、こちらはね5500マイルで発券することができます。で、羽田沖縄ですね、距離にして801マイル以上に関しては9000マイルでね発券することができます。で、このユナイテッド航空のねマイレージプラスで一番おすすめな人はですね、伊丹空港がメインの方ですね。こちらね、伊丹空港からだとですね、この800マイル区間っていうのに沖縄、福岡、札幌ね全部入るんですよね。ですので全部ね5500マイルでね発券することができるっていった形になっておりますんで、伊丹空港ねメインで利用されている方はですね、このユナイテッド航空のねマイレージプラスためのねかなりおすすめっていった形になります。またですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、同じマイル数で経由便っていうのもね利用することができるんですよね。で、私のね動画の中で紹介しているのはエポスゴールドカードを JQ エポスにね交換しに行った動画があるんですけども、その時ですね、羽田を夜出発してですね、沖縄で一泊して、その後翌日に沖縄から福岡までね行ったわけなんですけども、こちらもね全部で5500マイルでね発券することができるっていった形になるんですよね。まあこの5500マイルですね、2つの都市をね楽しむみたいなね、まあそういった感じでね利用することもできるっていった形になっておりますんで、ここもねかなりいいですよね。 ANA のね国内特典航空券の発券方法はですね、別に動画ね出させていただいておりますので、そちらもね概要欄に載せておきますので、ぜひね参考にしていただければなと思います。まあこういったね経由便とかをね利用して、いろんな空港のねラウンジ、ステータス保有されている方はね利用することができると思いますので、こういった感じで利用するのもねいいのかなと思います。あとね、なぜだかわからないんですけども、 ANA 側ではですね発券することができないですね、半年以上先のね
国典航空券もユナイテッド航空のマイレージプラスからだと発券することができるんですよね。まあこちら多分国際線扱いになってるから使えるのかどうなのかちょっとわかんないですけども、まあこういったね、利用方法もできます。で、この特典航空券なんですけども、発券日当日から20日間以内のね、利用する場合ですね、緊急発券手数料っていうのがですね、プラスね、500マイルから確か1000マイルだったかな。かかるっていう風になりますんで、こちらはね、覚えておいていただければなと思います。またですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは、繁忙期にもですね、結構活躍するんですよね。昨年の3連休とかね、私こちら利用したんですけども、もう ANA のね、特典航空券だと、もう満席でね、発券することができなかったりした場合でもですね、このユナイテッド航空のマイレージプラスだと、本当にね、2日前とかにもね、座席空いてましたんで、そういう感じでね、利用することができるって形になりますんで、繁忙期とかね、連休とかで利用する機会が多い方はですね、結構いいのではないのかなと思います。またね、数日前からね、最悪当日までね、こちらユナイテッド航空のマイレージプラスだとね、発券することができるって形になりますんで、こちらもね、結構強みだなというふうに思います。でですね、ユナイテッド航空のね、このマイレージプラスの変更キャンセルなんですけども、こちら本来決まってるんですけども、今ね、この世の中の状況でですね、結構柔軟に対応していただいておりまして、ちょっと前にですね、私もね、特典航空券発券して、キャンセルね、したんですよね。今はですね、トラベルクレジットっていうね、クーポンみたいなので返却してくれるんですよね。で、それを1年以内に使ってくださいみたいな感じで、付与されるって形になりますんで、マイレで発券してた区間とかね、別でもね、利用することができるって形になっておりますので、まあこちらはね、今後変わるかなというふうに思いますけども、しばらくはね、こんな感じで運用されるのではないのかなと思います。それでは次にですね、ユナイテッド航空のこのマイレージプラスっていうのは、ANA のね、国内特典航空券が非常にね、お得に利用することができるということで、かなりおすすめなんですけども、長距離路線はですね、一気にズバンとね、必要マイル数上がりますので、長距離路線はね、あんまりね、お得度はね、高くないっていう風になりますんで、こちらもね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回ですね、ユナイテッド航空マイレージプラスですね、100% ボーナスマイルキャンペーンということで、動画ね、解説させていただいたわけなんですけども、とりあえずですね、コードシェア便がね、利用することができるようになったっていうのはね、かなり大きいですよね。まあ、こちら2020年10月にね、こちら発表された時にね、結構残念だったんですけども、いや、本当にね、復活してね、良かったなというふうに、思います。で、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスね、購入する場合ですね、結構私の動画でね、紹介させていただいておりますけども、アメリカのね、ポイントサイトトップキャッシュバックですね、こちら経由していただくと、今ね、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、2.5% 還元っていうのがね、受けれるっていう風になりますんで、購入される方ね、結構一気に購入される方もね、いらっしゃるかなという風に思いますので、2.5% 還元ね、まあ、ビビたるものではありますけども、こちらね、溜まったキャッシュバックはですね、PayPalってありますよね。あちらで出金することもできるって形になりますんで、トップキャッシュバックもですね、英語サイトにはなるわけなんですけども、もう検索バーでポイント .com って調べて、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスのね、ただ購入する、まあ経由して購入するっていう風になりますんで、まあ一回利用してしまえばね、結構簡単だなっていう風に思いますので、ちょっとね、めんどくさいかもしれないんですけども、ぜひね、利用してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとモモホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。